11月12日、浜松市の名誉市民、本田宗一郎氏の生誕100年記念式典が行われました。一代にして世界的自動車メーカーを作り上げた本田宗一郎さんは、1906年11月17日、旧岩田郡光明村、現在の浜松市天竜地域自治地区に生まれ、生誕100年目を迎えた今年は、記念事業が開催されました。そのメイン事業である記念式典は、およそ500人の来場者により盛大に行われました。第1部では、全員でハッピーバースデーを合唱した後、本田さんの偉業を紹介するビデオが上映されました。続いて、地元の光明小学校の児童が、本田さんへの感謝のメッセージをクイズ形式で楽しく読み上げました。また、記念事業の実行委員長でもある、本田宗一郎顕彰会の大橋剛史会長は、本田さんの功績を称え、その精神と哲学を子どもたちに伝えていきたいと挨拶しました。また、記念公演として、音楽とダンスのステージ、伝統芸能とコンテンポラリダンスの共演が披露されました。本田さんも愛した天竜川の雄大さをイメージしたもので、中学生らがオリジナルの演奏と創作ダンスで幻想的なステージを繰り広げました。その他、会場内に設置された生誕100年記念パネルでは、本田さんの写真や古いバイクの写真、コンテストに応募された似顔絵などが展示されました。また屋外でも夢のある催しが開かれました。本田さんが持ち続けたものづくりの楽しさを伝えようと、子どもたちを対象にしたものづくり体験教室、プラモデルのバイク作りなどに多くの親子連れが参加し、にぎわいました。市内のバイク愛好会が呼びかけた自慢のポンポン大集合には、およそ200台の往年のバイクが集まり、愛好家たちが交流を深めていました。野外ステージでは未来型ロボットのショーが行われました。これは世界初の二足歩行のロボットで、実際に人間の生活空間で活動することを想定して研究開発されたものです。滑らかでユーモラスな動きでダンスを見せ、人気を集めました。記念すべき生誕100年の今年、本田さんの功績と情熱を改めて多くの人が感じたことでしょう。現在浜松市では、本田宗一郎さんの偉業とその精神を伝える仮想本田宗一郎記念ものづくり伝承館の建設も計画しています。本田さんの持ち続けたものづくりの楽しさ、そして夢に挑戦する心を受け継いでいきたいですね。